電気ウナギが新ステを破壊。今回は新ステで電気ウナギ使っていきます。電気ウナギといえばステージ入れ替えが来るたびに新ステを破壊していますが、果たして今回はどうなのでしょうか。あとついでに電気ウナギの別の面白編成も紹介していくんだぜ。それで今回のテーマは電気ウナギでの新ステ破壊ですが、もはや恒例となりつつあるため説明も不十分で、新規の人からしてみれば何を言ってるんだこいつ状態だと思います。でも多分ずっと見てる人もこいつとうとうおかしくなったなと思ってるはず。そんなわけで電気ウナギの新ステ破壊とはどういうことか解説いたしますと、電気ウナギは使ってて楽しいのでとりあえず新ステ来るたび一度は走ってみるんですが、そしたら毎度毎度障害物破壊の能力が印象的で爽快感やべえ楽しいってなるから、それはもう新ステを破壊してると言っても過言ではないのではないかと。どう思います。そんなわけで今回の編成ですが、今回の新ステである第1大会ステージはクマゼリーが多いので、クマゼリーを取れば取るほど能力発動して強いデジとビーンズを入れてます。玄関境の他の編成だと入ってたり入ってなかったりな宝物だけど、これらが入ってない編成は走る距離が短かったり、あまりこれらの宝物を生かせない編成だからで、ダッシュでステージゼリーを回収しまくれる電気ウナギ編成の場合は相性がいいと思います。そして残り1枠にはエンジン入れてますが、これは疾走感の強化と距離を稼いで終盤のステージゼリーを回収しやすくするためと、電気ウナギの能力での障害物破壊の効果範囲を広げるためと、そんな感じなんだぜ。それで実はこの編成を試す前に試してた編成があって、その編成というのがエンジンの枠をスポットライトにした編成なんだぜ。スポットライトは一定時間ごとに一定範囲のクマゼリーのスコアをアップさせる能力ですが、クマゼリーが固まって配置されてる区間が多い。今回の新ステージではかなり噛み合っていて強いのではないかと、そう思って試してみた結果こんな感じでいい感じに発動してくれてました。このアイスクマ機体は全部スポットライト効果範囲内で気持ちよかったんだぜ。でもスコアは今回の編成より2000万も低かったのでボツになりました。あと思ったより画像じゃ気持ちよさが伝わりませんね。でもスポットライト編成は新ステランキングのどこかで今後出てきそうではあるんだぜ。それでバトン5はブルーフローズンです。これは電気ウナギのバトン5条件に借り合うからなんですが、一応電気ウナギのバトン5はロブスターでも強くて、なぜロブスターを選ばなかったかというと、バトン5ブルーフローズンが楽しいからですよね。あとロブスターは他の編成で告知してるし、できるだけ休ませてあげたいんだぜ。でも一番の理由は難しい要素を増やしたくないからなのかもしれません。そういえば新ステの第54つ目のあたり、ロブスターだと絶対に能力発動と高速ダッシュかぶっちゃうところあるよね。アイスクマ機体のところくらいだったと思うけど、あれ損した気持ちになるんだぜ。上手い人はちゃんとそういうの回避してたりしてそうで、そこでも差が開いてそうですよね。そんなわけで電気ウナギ編成でした。ところで最近ペイペイ登録して暴れ回ってるアイルですが、長く遊べるゲームを探してたところスライムランチャーというゲームを発見しました。スライムの牧場って点で気になってスチームのストアを見たところ2500円か500円にまで値引きされてたので、即買っちゃいました。スチームとかいちいちプリペイドカード買いに行ってたのに、ペイペイだと家にいるまま買えちゃってすごい便利です。それで早速スライム捕まえて餌あげてるんだけど、これがなかなかに可愛い。でも初めて最初のデータは謎の凶悪スライムが発生しまくって怖くなってやめちゃいました。序盤から攻略見るのもどうかと思ったけど、そのスライム発生すると萎えるので発生しない条件だけ調べて今新しくやってます。すでに3時間くらいはしたけど、なんか世界はまだまだ広そうで、進めてるとジャンプ力アップみたいな機能が解放されたんですが、そしたらこれまで段差のせいで行けなかった場所に行けるようになって、さらに世界が広がってもうめっちゃワクワクします。見えてるのに行けなかった場所に行けるようになるのは、これはもうワクワクの塊でしかないんだぜ。それで新しい場所には新しいスライムがいたりして、いやー楽しいです。なんというか知らないゲームを買ってみてハマれた時の楽しさってひとしおですね。次プレイするのが楽しみなんだぜ。そんなわけで電気ウナギ動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。もし